宣材写真金髪で撮ってて、そのインパクトで選ばれた感は否めない。みんながすごいちゃんと黒髪でみたいな、ちゃんとした洋服で撮ってるのか、私だけドキンパでダルってした格好で、舐め腐ったクソガキみたいな撮り方してたから。そうじゃないファイ生き様を分かってなきゃ始まらない。シネマジック私が童貞の夢、シネマジック私がヤンキーのラブ。寒い寒いな。聞いてよかった。あ、すいません、今ちょっと新宿で街頭インタビューしててですね、新宿に何しに来たんですかって理由をひたすら聞いてるんですけど、ちょっとだけお話聞いてもいいですか？はい。あ、いいですか？よかった、めちゃ断られてたんで、バイトの面接しに来ただけなんです。あ、それでもいいんで、ちょっとじゃあ、うるさいんで、ちょっとあっちの喫煙の下みたいなところでもいいですか？はい。今、バイト面接はあと何分ぐらいですか？あ、全然19時半とかです。あ、結構余裕持って来られたんですか？はい。よかった、嬉しい。めっちゃ雨降ってて、YouTube で街頭インタビューするちょっとチャンネルを作ってて、あなたがなんで新宿来たんですかみたいな理由をひたすら聞いてるんですけど、爪めちゃくちゃ長くないですか？めっちゃ長いです。もうそろそろ帰るんですけど、ミニーちゃん、よく折れずに、ミニーちゃんいます？ミニーちゃん、ここにツムツムのキャラクターの、あ、すいません、すいません、ピントが、あ、6体、あー、ミニーちゃんが、ミニーちゃん6体。3月2日がミニーちゃんの日だったので、それでミニーちゃんです。こんな爪長くして怖くないですか？もう19ぐらいからずっとこんな長さなんで、もう約7年前後ずっとこんなので慣れました。この元ごと行かれることはあるんですか？いや、なんか下手したらあるみたいなんですけど、自分はまだ行ったことはないです。あ、よかったっすね。いや、なんかそんなこと想像したんですよ、こういうの見てると。あるみたいな話にはたまになんかやっちゃったみたいな話は聞くので、自分はまだやったことない。今日は何のバイトの面接なんですか？今日ニコバのバイトの面接。ニコバのバイトの面接に行きます。ニコバって何ですか？ニコニコ動画のバー。あ、そんなバーがあるんですか？うん、興味あって面接だけでも受けに行こうかなって思って。はあ、このバーで配信するってことですか？いや、普通に1回だけ行ったことあるんですけど、なんか永遠と歌い手さんとかの動画とかが流れてて、はあ、で普通のお酒とか飲めるバーみたいな感じ。ああ、いや、そこでお酒提供したりとか。お酒とかありましたね。で、普通に自分お酒飲めないんで、はあ、なんで普通にご飯食べてお肉食べて帰ってくる。美味しかった。あ、飯、ご飯も普通に食べれるんですね。お肉、その時なんかお肉あって、それすげえ美味しかった思う。肉うめえと思って。ニコニコの方がやっぱ好きなんですか？なんか、歌い手さんが好きです。歌い手さんってちなみに何ですか？歌ってみたを歌ってる人たち。歌ってみたって何ですか？ボカロの歌ってみたをしてる人たち。どんな歌を歌うんですか？例えば、ボカロとかアニソンとか、初音ミクとかを、そう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 、歌って YouTube とかにこう動画上げてる人、そういう人たちは顔を出すんですか？それとも、出してる人もいれば、ほとんどの人が出してない。じゃあ声いいなみたいな感じで好きになるんですか？なんかこの曲好きみたいな、この曲好きでね、なんかこの曲とこの歌声合ってて好きみたいな感じでハマる。歌い手ファン歴どのぐらいなんですか？でも最初はなんか結構前、高校生とかぐらいの時とかに、なんかピコさんとか赤飯さんとかにハマって、で今もジェル君とかストップリメとかそういうのにハマってみたいな、なんかどんどん違うのにハマって、でもなんか
戻って聴いてみるとまたやっぱかっこいいなって。動画に上がってるからいつでも聴けるから。音楽はやっぱ好きなんですか？結構音楽好きです。自分もやってたとかしたとか。そんなことは歌は昔は歌とかそういうのも歌とかもやってみたくて、情報も欲しいしやり方も教えて欲しいし、ニコバメッセージに行こうかなみたいな。あーなるほど。ちょっと将来的にはその歌い手をやってみたいなみたいな。なんか音楽とかに携われたら嬉しいなみたいな。ニコバってこの国会近いんですか？なんか向こうの歌舞伎町の方で。私の記憶が正しければ行ったのが 2,3 年ぐらい前だから。あ、そうなんですか。ちなみにじゃあそれ今ここからバイト面接行くじゃないですか。それまでは仕事何してたんですか？今はちょっと前とかは工場の豆電球の電球とか豆電球になんかちゃんと点灯するかとかそういう点検してたり、あとはなんかバーレスクの姉妹店のホールスタッフとか。へえ。高校卒業してからじゃあいろいろバイトしてみたいな感じですか？そうですね、高校卒業して東京に出てきてバイトしながら。あ、出身どこなんですか？出身群馬です。上京したきっかけは何なんですか？なんかその時プロダクションみたいなところに入ってて、でその時になんかアマちゃんのエキストラとかに参加した時に朝の7時にあの NHK に来てくださいみたいなの言われて、群馬から朝の7時無理だよってなって、その時は父親が休みだったから深夜に送ってもらったんですけど、なんかこれ毎回続くとしんどいからちょっと東京行ってくれって親に言われて軽く追い出されてる感じで出てきました。プロダクションに所属してたって何系の？なんか子役系な感じです。東映テレビプロダクションっていうところにいて、かなり昔ですけど小学校ぐらいの時とかにとても不純な動機で事務所に応募して。え、どんな動機なんですか？ちょうど金八先生世代なんで、その事務所さんがなんかめっちゃ金八先生に毎年なんか出演者出してるようなところで、なんかオーディション受けに行って最終審査さまで行ったらその人たちが審査してくれるみたいな、なんかその人たちに会えるよみたいな、行くしかないでしょと思ってもうこれは行くしかないみたいな思って受けに行ったらなんか合格通知が来て、で母親が事務所に電話して、これは何かの間違いですって言って確認を取って、そしたら受かってて、じゃあなんかせっかくだから入るみたいな。でそこからどんぐらいその事務所にいたんですか？そこからだいたい20の前半ぐらいですね。アマちゃんが終わってから辞めた。役とかもらったんですか？それとも基本エキストラですか？なんか基本的にはなんか再現 VTR だったりとか、あとはそのなんかアマちゃんの時のなんかアマカフェの店員さんの一員みたいな感じのやつと、ちょっとした舞台みたいなのとか朗読劇とかをちょいなんかつまんでみたいな感じで。じゃあ多少じゃあ演技に心得はあるというか。いやーどうなんですかね。なんか宣材写真金髪で撮ってて、そのインパクトで選ばれた感は否めない。あ、そうなんですか。なんかみんながすごいちゃんと黒髪でみたいなちゃんとした洋服で撮ってるのか、私だけドキンパでだるってした格好でなんか舐め腐ったクソガキみたいな撮り方してたから。いつから金髪なんですか？あ、でも金髪なのは高校2年生とかから金髪になって、キャラじゃねえなっていうことに改めて気づいて、でやっぱりこっちだなって戻ってきた。なるほど。感じ。面白いっすね。ちなみに今彼氏さんとかいるんですか？彼氏さんはいないです。どんぐらいいないんですか？1年と2、3ヶ月くらい。それなんで別れちゃったんですか？ちなみに。壮絶な。その人のとても最低なことがあって、その現嫁の子供を妊娠分かった
2ヶ月前に元嫁も妊娠させてるんですよ。最近ほらノロウイルスが上がってるじゃないですか。コロナ、コロナか。自分の母親がなんかかかっちゃって、なんか運悪いな。ツアー予定だったんですけど、それ全部キャンセルになって、本当に長めです。ここ困ってます。ちょっとはとても機嫌5歳の時の記憶も残ってて、殴られた時に分かって泣きながら、いっぱい好きなーすなんです。